ママ、ここはどこ？私、夢の中でママを見た。あれも現実だからなの。ママを思うと、あの時ママは私を守ってくれた。だから私はママを助けようとした。そう、やっと思い出した。ママに伝えたい言葉があったんだ。そのためには。落ち着いて。復活するならもっと冷静にならなきゃ。キレル、泣いてるの？あれ、いつの間に涙が。涙なんて久しぶりだわ。悲しい夢を見たんだね。どんな夢だったの？ママの夢を見たの。意外ね。キレルもそういう夢を見るんだ。暖かくなる夢でしょ。ママが私を守ろうとしたの。でも奴が来て、あれで私がママを救ったって言えるの？私がしたことは奴への怒りをただぶちまけてママを監獄に送っただけなのかもしれない。ね、泣かないで。ごめん、もう聞かないから。また涙が出てきた。わかったわ。キレルの夢の話はもう大丈夫だから。私も夢を見たの。私の夢では誰かと楽しく遊んでいた夢だったよ。どんな風に遊んだの？友達と徹夜でお酒を飲んでおしゃべりしたんだけどね。気づいてるかもだけど、私っておしゃべりでね、その友達が私の言いたいことをパパって全部まとめちゃうの。私のお話の要点全部言われちゃうから、また私が次の話題を話して、とにかく面白かったわ。夢の時はすごい楽しかったんだけどな。友達はヒルデの言葉をよく聞いてくれてたのね。そうなんだよ。なんだかんだ最後までいつも聞いてくれるのが嬉しかった。友達も聞き上手だったしね。そろそろ出発の準備をしましょう。ずっとここに留まっているとバラームに見つかってしまうでしょう。アルゴさんも夢を見たの？ええ、夢もこの場所もルールみたいですね。今日もつまらない夢でした。どんな夢だったんですか？私も気になるんだけど。あなたもですか。話してください。どんな風につまらない夢だったんですか？それなら話しましょう。私の夢は誰かと訓練していました。仕事を早く正確に行うために毎日共に訓練をする夢でした。アルゴは教える側だったのね。だったようです。アルゴさんは辛いって気持ちとかはあったの？いえ、私は嬉しかったようです。嬉しいと感じる自分に驚いていた。なら、なぜつまらない夢だったの？結果、残酷な何かが起こってしまった。思い出そうとすると苦しくなります。あなたの仲間に何かあったのね。記憶が戻っていませんが、おそらくそうでしょう。それだけは無理に思い出したくありません。辛い思い出を掘り起こしたって無駄でしょう。ええ、ですが今は記憶がないというのに、なぜか心の片隅にトゲが刺さっているようです。記憶が戻った時、その痛みが増すのが恐ろしい。アルゴの心の傷をえぐってる気分になるわね。それはそうと、バラームの対処に追われて忘れていましたが、今日でもう3日目です。二人とも試練の進行のことは考えていますか？考えてはみたけど、うまくいかないわね。考えること自体はとてもいいことです。私も考えるべきことが多々あります。あれ？私だけ考えてないってこと？
ヒルデのことは一緒に考えましょう。にしてもアルゴは依然として自分の試練のことは語らないわね。まあ私も同じなんだけどね。各自の試練が難しいのは分かったけど、みんなで協力していけばうまくいくんじゃない？同感ね。一人では絶対に完了できない試練もあると思うから。私も同感です。別々の試練でも一緒にいれば安全です。話のついでに試練の手がかりについて各自の道具のことを話す必要があります。なんでその流れにするのよ。私のコンパスについても話す必要が出ちゃいそうだけど。まずは私から。私のショットガンは他人の許可で作動します。危険だと思ったら私に発砲を許可しなければいい。私は誰かに心からの手紙を渡すんだけど、カバンには白紙の手紙だけあるの。正直何にも分かりません。話をごまかすのが難しくなってきたわ。アルゴ、まさかあんたの計画じゃないわよね。私のコンパスは本当のことを話すべき、それとも私のコンパスは近くに死んだ人がいると作動する。でもキレルが誰かを殺そうとしたことはないです。こんなこと話したら一緒にいるのも気まずいわよ。重要なのは正直に話してくれたことです。でもこれじゃ不公平でしょ。アルゴ、次はあんたの試練の内容を話して。お断りします。私が怖いですか？それなら私を追い出すか置いていってください。ちょっと待って、それは困るわ。バラームを止められなくなっちゃう。私反対。なんてこと、堂々と答えるのを拒否してくるなんて。これはこれ以上追求するのは無理そうね。死を望むコンパスとは。正直キレルを信用できません。今はあと4日残っているから大丈夫かもしれないが、試練の期限が近づけば私たちを殺すつもりかもしれない。そう思われて当然ね。何も言うことはないわ。もうなんでそんなに冷たいんですか。キレルの試練がそうだとしても、キレルが人を殺せる人かはまた別の話です。出会う人すべて人殺しかもって疑ってたら、アルゴさんのこと誰も信じてくれなくなっちゃうんだから。可能性があるという話なんですが。そんな風には聞こえなかった。じゃあアルゴさんを殺さなきゃいけない人は私の可能性だってありますね。いや、それはありえない。なんで？アルゴさんだって銃を持ってる。ターゲットが誰なのか自分だってきちんと話してないくせに。ヒルデがおじさんを圧倒してるわ。邪魔しない方がいいわね。私はキレルと一緒にいるわ。アルゴ、早く謝りなよ。私の考えが間違っていなければいいのですが。私はキレルと一緒に行くわ。いえ、キレルを追い出すつもりでした話ではありません。キレルと一緒に行くの？ヒルデ、嬉しいけど目が怖い。わかりました。繰り返す必要はありませんよ。考えの違いは多少はありますが、私は3人で団結すべきだと思います。そこで提案しましょう。提案？互いの協力を確実にするための提案ね。はい、我々でバラームを襲う提案です。各々の問題に悩まず、バラームという共通の敵と戦い、私たちの間に信頼を築きましょう。私が反対する理由は全くないわね。ヒルデは特に気にしないだろうし。でもアルゴに得はあるの？私は賛成。チームで一つになって助け合えればいいね。
そうですね。互いを大切にできる関係に。ん？それが望みだったの？アルゴ。いや、すみません。柄にもないことを言いましたね。なんかぎこちないってことは、他に何か欲しいものがあるみたいね。とにかく私はアルゴ、ヒルデと同じチームになった。二人ともずいぶん濃いけど、これが私のチーム。改めて二人ともよろしくね。こちらこそ。私たちが素晴らしいチームになることを願ってる。ボスは私が戻ったことをとても喜んだ。一人の始末を任されたのに、二人どころか十人も始末して無事に戻ったんだから。どのみち私みたいな子供に仕事を任せた理由は、私が死んだところで痛くも痒くもなかったから。成功しても失敗しても敵に恐怖を煽ることはできるから。でもアルゴは私をそんな消耗品にしようとはしなかった。脅しだけのつもりだったけど、アルゴのために相手を完膚なきまでに破滅させてきたわ。アルゴがボスから褒められるのを聞いたの。すごく気分がいい日ね。